これは、年。AI によりすべての電化製品に自我が芽生えた近未来世界のお話大学生デンタとその家電たちの日々の物語 <music> 洗濯機と僕うんどうしたの洗濯機いや 最近 SNS を始めたんだけどな。えー、どういやちょっとわかんない言葉が多くてさ。僕教えるよ。何ああ、耳が妊娠ってどういう意味だああ、確かにちょっと難しいよね。そもそも耳は妊娠するのかまあ、ねえ。でも迷うよな。 耳が妊娠したら何を連れて行くのは産婦人科かそれとも耳鼻科か。うん、セ濯タキこれヒュだからあんまり深く考えちゃダメだよ。ヒューそうか。そうそう。でも、女の子が使う言葉って難しい言葉あるよね。ある。あと大勝利って言うだろ。ああ、言うね。何に勝ったんだうーん。 しかもただの勝利じゃない大勝利だものすごく勝ってる開始3秒とかで KO したとかか格闘技のイメージなんだねそれは何て言うかな比喩なのかな説明しにくいなあとあれなんだリアコなんかお菓子みたいで可愛いいよなあるねグリコーゲンのお菓子がでもこれは リアルに恋しているの略語らしいよ。あ,あ。えリアルじゃない恋があるのかそもそも恋がリアルってどういう意味だうーん何て言うかな本気で恋してるみたいな感じの意味だと思うんだよね。それ素晴らしいな こんな世の中で誰かを本気で好きでいられるって本当にすごいことだと思うぞまあまあまあそうだねああとは地雷系メイクって何だ地雷系メイクか説明難しいなどこか顔に書いたりするのか地雷をなるほどそういう発想になるんだねあと夢女子は何だ夢みたいに綺麗な女の子のことか、うん、それとも夢みたいに可愛い女の子のことか かもね、うんそうだよきっとそうだね。合法ョ太はョ太って可愛い少年のことだよな。合法があるってことは違法があるよな。違法な少年ってなんだ体中に非合法の武器を搭載してるとか薬物をたくさん持ってるとかごめん検索して自分で調べてもらっていい もしこれを聞いて耳が妊娠したらちゃんと耳をあったかくして安静にしろよ。わかったな